今回は学園アイドルマスターより、篠沢博という、超痩せ型メンタルクソ強度 M 天才ガガンボに対するネットの反応を紹介していきます。ガガンボとかいうおよそアイドルコンテンツのアイドルにつけられるものとは思えないあだ名好き。相性というにはあまりにひどい。でもそれ以上マイルドにするのはなかなか難しい気もする程度にはひょろいしか弱い。ガガンボ知らない人のために、結構弱ってなるタイプの虫だから、検索するなら気をつけてね。保護下でしか生きていけなさそうだから解雇。もやしと呼んだらもやしに失礼だからね。過保護とかじゃなくて水や肥料が足りてないレベルなんだ。もやしでもシャキシャキしてんのにみたいなやつ好き。なんで無限に変な呼び名が増えてくんです？だって変なやつだし。針金のような足って、聞いた記憶。初見でモデリング大失敗してない？って心配したわ。アメンボとか七不思とか細っちょろい虫は他にもいるけど中でもガガンボがイメージにぴったりすぎるんだよな。なんであだ名候補が細っちょろい虫ばっかなんだという点には目をつむることとする。ド M ガガンボとかいうおよそアイドルにはつけられないあだ名よ。ガガンボ、炊飯器の蒸気に触れて砕けて死ぬとか聞いたな。羽はあるけど自力で飛べないから風に吹かれて移動するんだけど、強風が吹いたら体がバラバラになって死ぬという欠陥生物。魔性の魅力がある際でどんどんプロデューサー沼らせて変なあだ名量産するスパイラル起きてるの笑う。ガガンボ知らないと割とビビるくらいにはでかいんだよな。こいつもそこそこでかい。159あってビビる。想像より大きくて細くて貧弱というのがいかにもガガンボなんよ。要はガガンボは蚊のでかい範よ。しかしこいつは血を吸う個体はいないしメスでも、オスの蚊のように草の露や花の蜜を吸って生きてる。見た目でびっくりするだけで害は特にないんだよね。いやたまにダニの卵を見つけられてたりするけど。こいつは、の部分でガチで一瞬虫とヒロどっちのことだ？と思った。俺はもうダメかもしれない。まあヒロに血を吸われるのは本望なので許すが。ガガンボは血は吸わない定期、食の細いところも一致してるのだ。ガガンボ、田舎の家とかに行くと部屋の隅のホコリと一緒にくしゃくしゃになって死んでるのを見かけるヒロも目を離しているといつの間にかそうなってそうで。天才ド M ガガンボという本の少しだけマイルドになったバージョンもある。天才でド M 打ち消せてるか？むしろ刺激強くなってないか？ド M を、天才とガガンボで挟んで中和してるんだぞ。虫の名前が中和剤に使われるアイドル。天才ガガンボって天才バカボンみたいな語感だな。ヒロちゃんは私はすぐ死ぬけど頑張るぞー。ってピーに飛んでくるから間違いなくガガンボ。この手のキャラは普通はもやしと呼ばれるんだがそのレベルを超えてるから致し方ない。それはもやしというにはあまりにも細すぎた。強風で死ぬようなやつが一体どうやって生き残ってきたんだ？繁殖力が強いのか？つまりヒロも繁殖力が。ガガンボだの鳥柄だの七節だのいろいろ呼ばれてるけどどれをとっても隙のないひどさ。ガガンボはなんでそんな進化してんだ？そしてなんで生き残ってんだ？メダロットの骨組みより弱そう。赤の妹からドッジボールに誘われるサポコミュで血なからいけません。体が砕け散ってしまいますわーって止められてるのマジでガガンボみたいな扱いで草。成虫の寿命が10日くらいらしいからあんまり丈夫である必要がないっぽいな。これもうガガンボスレだろ。今週のガガンボスレはここだと聞いて。ヒローガガンボじゃないっていうやつは、絶対ガガンボを見下してると思ってる強火。プロデュース開始直後は本当に蚊の鳴くような歌声すぎる。初見でちょっと引いちゃうくらいの細さだからガガンボが感覚的に近いんだよな。天才ド M ガガンボがあらゆる面で完璧なのがひどい。ガガンボが擬人化美少女化する時代か、むしろ遅かったんでは。補修組も平均取れば中の下くらいのフィジカルあるし捨てたもんじゃないよ。3分の1が底上げしてるだけじゃねえか。3分の1が底上げというか3分の2が下げてるというか。やっぱ平均値ってダメだな。ガガンボについて知る機会ができて嬉しい。学マス始めてよかった理由の筆頭かもしれない。いやさすがにもっと他に、こう、あるだろ。手まりを通じてチワワのしつけの失敗例を学べるぞ。ガガンボ知って得することってなんだよ。自分も生きる価値くらいはあるということを知る。ガガンボなめんな。シンデレラ体重になるとどうなるかを身をもって伝えるアイドル。159クムのシンデレラ体重は45キロだからそれより軽いぞ。BMI が16だ。吐かないだけではこんなあだ名はつかないんだ。吐かない上にずぶといからこうなんだ。超痩せ型メンタルクソ強度 M 天才ガガンボなどとなんかすごいあだ名がつけられてる篠沢博総合スレです。需要がありそうだったので立てました。透明感のある歌声が良いよね。まるで今にも消えそうな透明感。透明というには濃すぎる魂の色をしている。ガと圧が強くて物理耐久カスなど M という新境地。常時リレーズだけかかってる感じ。それを人はゾンビ戦法という。S はサービス、サポートの S、M の人のために尽くさなければいけない大変な仕事。
うおーおー、育成が難しいだけどやってて楽しい。これが篠沢スピリッツ。この会話と天才度 M ってだけで大体ヒロは分かっていただける。この後のドッジボールの下りもクソ笑った。上級者向けコンビ面白すぎる。育成法も体力と元気の管理が死ぬほど大事っていうクソ雑魚仕様で笑ってる。そこまで忠実なんか。痩せ女に定評のあるとあるの灰村さんによるヒロ。ちょっと骨張ってる娘が性癖だよな灰村先生。普段ゲームとかする印象ないけど、リセマラをしない主義でしょっぱなからヒロのプロデュースに挑むのは微妙に勇気がある。他キャラが30前後なとこ初期値22は草生える。飯自体は普通に食べてるんだよねヒロ。なので食っても太れない。つまりは栄養を摂取できないタイプなんだろう。元気とやる気を貯める矢印、元気とやる気を貯める矢印、元気とやる気を貯める。捨て変換どこ、ここ手札捨てるドリンクを常備したい。ドリンクの枠もっと増やして。元気貯めて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 最後の2、3ターンでスコアぶっ飛ばすのキャラ通り過ぎてほんと好き。レジギガスというかニトロというか。アホだろこいつ、大好き。大丈夫なん、この子。ちゃんと卒業までにエグザイルみたく踊れる？命と引き換えならなんとかなる？踊った後？彼女はチリになったよ。マジでなってもあやっぱりってなりそうで怖い。冷静に考えて14歳で大学卒業できる大天才がド M なばっかりに死ぬほど向いてないアイドルやってるとか人類の損失なのでは？人類の損失だけど本人が合金性メンタルでド M なんだから仕方ねえよ。やらせるならレッスンさせながらしてほしいことやらせるぐらいの無茶振りさせねえと。こいつの厄介なところは死ぬ気でやり遂げて褒められたらそれはそれですごく嬉しいけど即急速冷凍されちゃうところ、まともな人類にテンション管理できる存在じゃない。ヒロピーはまともな人類じゃなかった。この女強すぎる。ここまで盛るにはやっぱ課金必要。なんとか最終試験1位になれたけど最大で1000超えるかどうかしかできない。リセマラはしたけど無課金だよ。サポレベルも20前後だしレッスンのパフェ取ってお出かけと休憩できるだけ行かないようにして、あとは運ゲーや。こいつの育て方ってとりあえず体力持って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 最後あたりに赤ハート消費でぶっ破すればいい感じ。序盤にやる気と元気貯めてラスト3ラウンドくらいで元気3勝のカード使うと割といい感じになるイメージ。まあそんな都合よくカード来ないんですけどね。やっぱこういう子がオタクにはウケるよねと思ったら予想以上にヒットしてる。見た目も可愛いしギャップがある。可愛いんだけどそれ以上に色気を感じる。あなたには失望しましたって言うと嘘は良くない。きっとも本気で言ってないって言われるのくさ。そしてその後コミュニケーション難しいと胃を痛める P でテンションアップする女。プレイの主導権完全にヒロ側が握ってて笑う。プレイ言うなや。どう考えてもプレイなんだよな。 S スレイブと M マスターの関係性なんだよな。普通は誰もやりたがらない時間の無駄とも取れるヒロのプロレスに付き合っている時点でプレイだよ。 P の脳を破壊する最強のアイドルじゃないか。なんかこの子に対する依存度だけ団地な気がするんだけど。篠沢ヒロに対するネットの反応いかがでしたでしょうか。サービス開始前から足の細さなどで話題になってたけど蓋を開けてみるとキャラが強烈すぎる。ガガンボというあだ名が似合うアイドルは他にいないだろう。それでは次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。